2415回始めます。2024年3月12日火曜日入ったところですね。はい、ドキュメント72時間見ました。福島県のね、あの福島真冬のアイスクリーム店でっていうことでね、真冬にアイスクリーム店まあね、冬私も食べますよ、うん、アイス私も好きなんでね、うん、はい、今回の舞台は福島の峠道にある一軒のアイスクリーム店っていうことで、ここね私結構まあ通りはするんだけど、これ下道なんだよね。ここ高速割と最近かな、割と最近高速通ってね、私高速ばっかり通ってたからこの下道通ってなかったんで、このアイスクリーム店分かんなかったね。まあ宮城の隣なんでね、ここ宮城県南部の廃屋なんですけど、結構近い、ここからあの店、うん、30年にわたり地元の人に愛されてきた、うーん、という店ね。もう俺は毎日来てるっていうおじいちゃんいましたね。なぜ冬に山の上のアイスクリーム店にやってくるんだろうっていうことでね、まあ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 、ポツンとありましたよね、あれアイスクリーム店がね、うん、道路脇に、うん、で結構人がね入るんだよ、あれ冬でも不思議とね。福島市から東へ伸びる一本の国道、その道を車で走ること40分、伊達市に入ってちょうど峠のあたりにその店はあるってことで、うん、福島県伊達市かな、あの福島県の北部かな、北部、うん、福島市から伊達市に入ってかな、うん、あとあの辺飯舘村とかね、あともっと峠越えた後は相馬だろうね、相馬、うん、だから福島市からというか伊達市からというか、相馬に抜けるね峠道あるんですけど、そこの沿いにあると。で今便利になってね、高速通ったんでね、うん、今無料なのかなあそこ、うん、私無料の時はね、今も多分無料だと思う、無料だと思うんですけど、うん、その高速の方はね私よく通るんだけど、高速というか有料道路というか、うん、よく通ってたんだけど、この峠道のアイスクリーム屋さんは知らなかったな、うん、はい、牧場のジャージーっていう店ですかね、あそこ、うん、店の名前わかんないですけど看板にありましたね。2月3日土曜日、朝10時半から、語り部は市川美香子さんですね、はい、まずアイスを2つ選べるダブルコーン370円ってやつ注文してた方言いましたね、男の人で。味は全部で20種類ほどあると、うん、でまず自転車軍団ね、ツーリング軍団、自転車の、うん、5人組、なんと福島県の郡山市から5時間かけて5人組の男軍団やってきたということで、全員揃って店内行ってアイス食べてましたね、うん、ここ一つの、目的地にしてたんでしょう、おそらくツーリングというかサイクリングというのかな、あれ、まあヘルメットかぶってね、それなりの自転車、そういう自転車乗って、そういうっていうかね、すごいよね、あの人たち。郡山って言ったら遠いよ郡山から5時間かけてやってきたって言うんだから、もう朝5時6時ぐらいからでしょ、郡山出てね、男5人、なんか家にいると追い出されるみたいな、うん、うん、いうような居づらい人たちだと思うよあれ私も気持ちわかるけど、男が5人でサイクリング、そんでどこ行くかと思いきやね、うん、アイスクリームだからアイスクリーム屋さん、うん、このね、アイスクリーム屋さんの近くに牧場があって、その牧場の絞りたてのミルクで作られてるみたいですよ、アイス、うん、はい、その牧場の方がなんか経営してるみたいだけどね、このアイスクリーム屋さんね、はい、牧場のジャージー、はい、でお昼過ぎ、一組の男女、女性はお腹ね、さすってる妊婦さんかなということで、ソフトクリームとあとラムレーズンと小豆頼んでましたね、うん、妊婦さんの方がソフトクリームだったですね、はい、もう少しで子供生まれるんでアイスクリームの食べ納めにみたいな感じで来てました。奥さんが20代、旦那さんが30代かな、うん、幸せそうでしたね。こっから20分くらいのところに住んでるっていうことで、うん、夫の方は小さい頃からこのお店通ってると。そうでしょうね、30代であれば30年前からやってるって言ってるんでね、このお店、うん、子供が生まれたらここでアイスデビューをさせようかなと思ってると。2人ともニコニコしてね、この夫婦ね、うん、本当で妊婦さんでもう本当に
ニコニコしてて幸せそうでしたね、アイス食べて。はい、家族連れの方ね、南相馬からだけども、この春から娘が郡山の高校へ行くんだと、ね、南相馬から、まあ、福島県の地理わからない人ね、まあ、大半だと思うんですけど、結構遠いんですよ、距離的にも遠いし、行きにくいっていうのかな、うん、とこなんですよね。南相馬から郡山の高校って言ったら、これ通えないから、通ったりなんかしたら車で 2,3 時間かかるんじゃないですか。はい、だからね、寮生活みたいですよ、うん、この春から娘が高校に入るんだけど、ね、南相馬の人が郡山の高校に行くということで、春からね、寮生活、4月から寮生活って言ってました。で、剣道で部活動推薦でその郡山の高校に入ったらしいんだけど、まあ女子中学生ね、うん、剣道で部活動推薦なんだけど、決して剣道が、まあ、下手じゃないんだろうけど、上手いから推薦されたわけじゃないって言ってましたね。この辺が面白かったね。なんか応援が素晴らしいみたいなことで推薦受けたみたいなこと言ってました。うん、はい、高校は自宅から車で2時間ぐらいかかると、うん、遠いんだよね、南相馬から郡山、うん、私親だったら困るねこれ、うん、よく行かせるね、あんな遠いところ南相馬から郡山ね、寮にまで入れて、私だったらちょっと反対するかもわかんないな、うん、はい、あと軽トラで一人ね、俺は毎日来てるんだっていう80歳か80歳の男性、農家の方、相馬市の方、うん、毎日来てるって言ってましたから、うん、何食べてるんですかって聞かれてこの返答が面白かったね。何食べてるって、アイスじゃねえのって言ってましたこの80歳の男性いや面白かった。チョコチップとかなんとかって言ってたね、この男性の方、うん、18の頃からずっと米作りしてると、うん、そんでもう毎日ここに来るのが大切な日課なんだと、うん、ちょっと車走らせてね、おそらくまあ相馬市からだったら30分ぐらいかかるんじゃないですか、峠道なんで、うん、その30分車走らせて、まあね、峠の景色見ながら、ダム見ながらって言ってましたね。ダムあるんですね、あの辺ね、うん、でここに来てアイス食べて、そんで戻ってまた景色見ながら自然に囲まれてっていうのがこの人の日課って言ってましたね。いいですね、本当に、いやすごいよ、うん、毎日アイス屋に通うっていうのがね、もう楽しみになっちゃうとね、そのちっちゃな楽しみがね癖になるんだよね、はい、でこのアイスクリーム屋さんまた安いもんね、ダブルコーン370円だから、今時この物価高の時代に、はい、安いよね、うん、あれだったら、でも私はケチンボだから毎日はいけないな、うん、はい、ということで、まあ次、午後3時、あ、午後5時か、うん、このお店、午後5時で閉店なんだね、うん、で、翌朝、6時30分、日曜日、2月4日日曜日、翌朝、アイスに使うミルクを絞る牧場へ、ということで、まあお店から多分、そんな遠くないところだと思いますよ、ジャージー牧場、ね、アイスのアイスクリーム屋さんの名前が牧場のジャージーだから、うん、でこの牧場がね、ジャージー牧場っていうみたいですね。息子とお母さんで毎日休みなく、牛の乳搾りしてると。でお母さん70代で、あともうこの70代のお母さんはね、もう牧場来てから50年経つと。もうだから50年毎日ね、ああやって牛の、うん、乳搾ってるんじゃないですか、うん、で酪農だけでは生活が厳しいっていうことで、30年ほど前にアイスクリーム店も始めたって言ってましたね、うん、殺菌処理したミルクはすぐにアイスクリームになるっていうことで、うん、本当に搾りたてのミルクをすぐアイスにしてるような感じで、はい、そのミルクっていうのはね、なんか普通の何、酪農家さんのとこにいるような、うん、牛と違って、なんか見るからにね、違う牛でしたね。あれ、なんとか牛って言ってましたね。ジャージー牛っていうのかな、わかんないけど。なんか種類が違うみたいで、なんかそのアイスクリームやっぱり独特の、うん、牛乳から作ってるんで、味も違うんだと思いますよ。
で新鮮なんでね、作りたて絞りたてどっからアイス作ってるんで美味しいんだと思う。私もねここ意外に距離的に近いんでね行ってみたいなと思いましたよ。あんな店があったんだってことで、まあドキュメント72時間で取り扱われたら大体ね流行りますからその後、うん、はい、で8時半お店開店、早いね8時半、うん、で女性の仕事で福島に来たのが8年前と、あの福島のねあのなんだ放射能汚染ね、うん、の女性の仕事ってもうだいぶ片付いたと思うんですけど、だいぶやってましたね、あの原発事故以降ね、うん、それでその仕事で福島に来たっていうのがきっかけで、そっからもう福島が気に入ってねそのまま移り住んだっていうね、80代の男性ね、うん、いました。あとお昼頃1台のトラックね、家族で基礎工事とか外交の仕事してると、うん、で夫婦と中2の息子さん3人連れ で今日が中2あ日曜日ですから、中2の息子さんおそらくね、お父さんお母さんの手伝いなんでしょう。なんで親子3人でトラックに乗ってみんなアイス食べてたと言ってました、建設業の方ね、うん、はい。あと仙台の大学に通ってるっていう帰省中の女子大生いましたね。この方緑色のね、素敵な服、目指す服着てましたね、うん、でじいさんばあさんが恋しくて、じいちゃんばあちゃん恋しくて早くこっちに帰りたいって言ってましたね、仙台のね、大学に行ってるって言って、多分寮なんだろうね、寮が一人暮らしなんだろうねおそらく、うん、もうこっちが福島が恋しくて恋しくて早くこっちに帰りたいって言ってましたね。 おじいちゃん子おばあちゃん子なんでしょうあれ、もう笑顔が素敵でね、なんか天真爛漫な感じしてましたねあの女の子、うん、はい。あと柔道の試合で負けて、ね、昇進してアイス食べに来たっていうねグループいましたね、柔道の試合に負けてってね、明るかったね負けた割には、はい。あと夕方一人の女性がやってきたと、ここのソフトクリームが大好きでって50代の主婦、うん、近くに住んでるんだけども、うん、親の介護やっててなかなかねここ来れないんだと、近いんだけど、うん、でもう母親は寝たきりでね、特別養護老人ホームも考えてるんだけど、その一方でもう少し自分でね、うん、お母さんの面倒見たいっていうのもあるっていうことで揺れる心ね、介護、うん、ただ大変だと思うよ、うん、あんまり無理しなくてねこの50代の方ね、女性の方、うん、親の介護、前もって特養とかそういうところ申し込んでた方がいいと思う。私もね今仕事そういう仕事してるんでね、うん、で私なんで生きてるんだろうってね、考えることもあるって言ってました。そうなの、家にこもってね外に出られないでね、年老いたお母さんなりね誰かの、ね、介護ばっかりしてるとねそういう気分にもなるよ、うん、そのリフレッシュなんだろうね、その、うん、リフレッシュの手段、このアイスクリーム屋さんに来て、ね、ここのソフトクリーム食べるっていうのがね気晴らしになると。でここには昔元気だった頃ねそのお母さんともよくやってきたと、ベンチに座ってねとか言ってましたね、うん、食べるのは一番楽しいって言ってた、うん、お母さんとか妹とかもともねここに来てね思い出あるんだって言ってましたね、しみじみこの女性の方言ってましたよ、うん、そうそうそう、まあいろんなね人生あるよ今ね、介護でね仕事辞める人とかね、ヤングケアラーとかもいますから、うん、まあ介護に関してはね今もう介護保険の制度始まって24年か、うん、経つんでね無理しないことですよ、うん、と思います、うん、一人抱え込まないでね、うん、で14時45分雪が降り始めたと、うん、で1台の車がやってきたと。甘酒味のアイスってあるんですね、甘酒味ね、アルコールは入ってるんでしょうか、入ってないのかな、うん、韓国人の女性53歳、あとその旦那さん建設業の65歳の方ね、うん、夫婦の方でしたね、この韓国人の女性と建設業の男性、53歳と65歳の、うん、夫婦。15年ほど前に女性はバックパッカーで、うん、世界回ってたと、うん、飛んでるね、15年前って言ったら、うん、あ、30代か、でも30代後半でしょ、おそらく、うん、バックパッカーやってたんだ、うん、まあ私もやってましたけど、うん、で韓国の飲み屋とかやってたと、うん、で体調崩して今閉店してるんだけどって言ってました。
で去年からキッチンカー使って、うん、あのワッフルとか韓国料理とか、うん、あのキッチンカーだからいろんなところに行って売ってるんじゃないですか、うん、明るい夫婦でした。夫婦っていうか明るい奥さんの方が明るかったね、この韓国人の方ね、うん、はい、ということで、うん、終わりですね、うん、ここに来る人々は心の温かさで厳しい冬を乗り越えていくっていうことでね、私も知らなかった、割と近いんですよ、ここから。今車出したら多分下道で、あ、でも1時間半ぐらいかかるかな、うん、峠道なんだよね、あれ昔の道ね、うん、本当に今もう高速できちゃって、うん、気づかない人も多いんじゃないですか。私もその部類ですよ。結構高速、あの有料道路っていうのかな、使うと半分とか3分の1で行けるから、あの時間ね、あの距離、伊達市あたりから、うん、相馬までね、うん、はい、私もねちょっとあのここ頭に入れといて、機会あったらね行きたいなと思いますよ、うん、福島県のね中通りと浜通り結ぶね、あの峠道ですね、ここにある牧場のジャージね、私もちょっと近いんでね、取り扱われて嬉しかったですよ今回、はい、ということでドキュメント72時間面白かったです。福島、うん、タイトルは何でしたっけ、真冬のアイスクリーム店でっていうことでね、見ました、面白かったです。チャンネル登録高評価一つお願いします。失礼します。